地獄の三者面談の日。学校で母さんと二人の時間はきつい。開始まであと10分。ギリギリまで隠れて。ん？足。猫背。パパー！キョウちゃん遅いわね。キョトロ君とは、結構喋ります。あ、そうだ。いらないか。いります。アンナ。じゃあ、私の持ってる飴と交換。すみません。飴ですから、喉飴なら。ね。あの子、最近学校楽しいって言ってたから。言ってねえ。そうなんですか？まったく、余計な口出しするなよ。